静岡地裁でやり直しの裁判が開かれている袴田巌さんの支援者が、静岡市内で無罪判決を求める署名活動をしました。4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さんのやり直し裁判は、今年5月にすべての審理を終えました。今日、静岡市内で署名活動をした支援者は、通行人に無実を訴えました。全国で署名を集めて、かなり今、静岡地方裁判所の方に届けられておりますので、さらにその上積みを図っていきたいと。判決は来月26日に言い渡されます。